早くしないと。来る。国の命さえさらう本物のカラスが。ムクロ、一度ならず二度までも主を裏切りますか。ムクロ、どうやら君の羽はとうの昔に散っていたようですね。まことのヤタガラスの羽からは何者も逃れられはしない。ほう、これは珍しいコウサギが一羽。何者だ。天璋院奈落、先代狩猟にして天道宗になった男、虚ろ。